岩瀬家住宅は、富山県南都市西赤尾町にある合唱造り家屋、重要文化財に指定されている。岩瀬家住宅は、江戸時代後期に、加賀藩の死を、尚常に役である、藤井上門により8年間の歳月をかけ、建てられた。現存する合唱造りとしては、最大級の規模である。江戸時代末期に、藤井家渡へ、以来岩瀬家の所有するところとなった。 王子には35人もの人が住んでいたという。岩瀬家住宅は1958年5月14日に重要文化財に指定された。現在も住居として使われているが、一部を除き内部を見学することができる。岩瀬家住宅は南都市西赤尾町にある。周辺の地域は五貨山と呼ばれ、かつての加賀藩が治めた越中と天領飛騨との境界付近でもある。 一帯には、愛の蔵、菅沼、小木町の合掌造り集落がある。近くには、塩、昭を金沢まで運ぶルートである塩昭回廊が今も残る。塩昭とは、焼石のことを指し、すなわち火薬の原料である。山勝で稲作が少ない五貨山では、和紙、養蚕のほか、塩昭の生産が重要な産業であった。塩昭の原料はよもぎ。 蕎麦柄、冷え柄、麻などの雑草の高いこの糞、五香山の土である。床下に深い穴を掘り、これらを入れて混ぜ、数年かけて土壌分解させた後、生成、抽出工程を経て、塩昇が出来上がる。五香山の塩昇は品質が良いことで知られた。それは五香山の土壌の質が適していたからだと言われる。塩、症状に役とは、 五箇山地域で作られた詩を、章を、加賀藩に年貢として上納する役職である。郵便番号939-1977と山県南都市西赤尾町857-1。ありがとうございます。